心配するな。謎がなくてもやるべきことは分かってる。俺は今こうしてもいいんだよな。しっ、隠れて。もっと私が大胆になれば気づいてもらえるのか。僕にとってそれは唯一無二の奇跡だ。それはつまり僕はあなたの特別なんだね。お姉さん、今は絵に集中しなきゃ。やっと見つけた。俺を分かって慰めてくれる理解者を。